低所得世帯を対象に、高等教育の無償化、実施することなどを盛り込んだ政策パッケージが閣議決定されたことを受けて、文科学省は年明けにも有識者会議を新たに、推し、返済のいらない給付型奨学金の給額や対象者の条件など、詳細の検討を進める方針です。政府が今月決定した新な策パッケージでは、高等教育の無償をめぐって住民税への非課税世帯の子供、対象に、国立大学の場合は授業料を免除、私立大学の場合は、国立大学の授業料に1学を加えた額を上限に支援を行うとした。絵で、生活費についても返済のいらない、姿奨学金を支払うほか、公平性を考慮、非課税世帯に準ずる低所得の世帯の子もにも段階的に支援を行うとしています。政府はこうした措置を2020年4日、始める方針で、文部科学省は年明けも、識社会議を新たに設置し、免除する、業の上限や給付型奨学金の給付額、